ゲゲゲゲのゲ朝は寝床でグーグーグー楽しいな楽しいなお化けにゃ学校も試験も何にもないゲゲゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲゲゲゲゲゲのゲ夜は墓場で運動会楽しいな楽しいなお化けは死なない病気も何にもないゲゲゲゲゲの鬼太郎逆襲妖魔大決戦で、出たー愚かな人間どもよ私も生贄の子供を差し出してもらおうかグズグズしてるとお前たちから取ってくちまうぞいけうわ村人を苦しめていたのはお前だな何者ゲゲゲの鬼太郎だこいつはタンタン坊じゃ100年前徳の高いお坊様によって四国の妖怪館に封印されておったはずじゃがその封印が解かれておったとはタンタン坊今すぐこの村から出ていくんだ妖怪であるお前はなぜ人間などの味方をするこの俺は人間どものおかげで100年もの間られていたんだぞあくまで人間の味方をするというならばお前から食ってやるだけだこりゃ話の通じる相手じゃなさそうじゃ仕方ありませんね父さん行くぞタンタン坊ご先祖様の霊毛であんなちゃんちゃん子がタンを跳ね返してくれるぞNo!
せいろ、鬼太郎。よくやった、鬼太郎。さすがはわしの息子じゃ。しかし、これらの能力を使うには妖力を貯める必要がある。ただし、使えば使うほど妖力を貯める時間がかかる。無駄に妖力を使うのは避けるんじゃぞ。わかりました、父さん。あれから月日は流れて、父さん。なんじゃ、鬼太郎。日本もすっかり平和ですね。そうじゃの。あ、父さん、妖怪ポストに手紙が2通も入ってましたよ。どれ貸してみろ。最近は妖怪たちもおとなしくしていると思ったんじゃが。父さん、何かあったんですか？どうやら妖怪墓場に夜な夜な墓荒らしが出るそうじゃ。どうも妖怪が絡んでおるようじゃ。岩山周辺で落雷の事件が絶えないそうじゃ。おそらくこれも妖怪の仕業じゃろう。こりゃ少し調べてみる必要があるかもしれんの。ちゃんちゃんこで跳ね返してみろ。